ゲームルールのポイントを説明します。まずは場の説明です。この場合は反対カードを押します。Thank you.
Force! They are Force! Thank you.
くいんだ。ベッドを理解しております。
全力で応援するやん。0、4、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
トブースの入り口となっております。アニメイトブースの入り口となっております。アニメーターショップの入り口、右奥にございます。
脱出成功は叶いませんでした。さあ、ということでシールコーナーゲームプレイ誠にありがとうございました。このシールコーナーでプレイしてくださった皆さんには、この終わり際退場の際に、スタッフからセルの幼虫シールがプレゼントされます。鬼滅のモビリティでセルの幼虫シールがプレゼントされますので、ぜひ受け取ってお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、皆さんセルの幼虫シールを受け取ってお退場ください。ありがとうございました。使用をしていただきますと、終わり際にセルの幼虫シールをプレゼントしております。そしてこの CM コーナーではサバイバー側になっていただき、皆さんにはゲームをプレイしていただきます。このドラゴンボールザ・ブレイカーズはドラゴンボールゲーム初の非対象型アクションゲームとなっております。ドラゴンボールならではの圧倒的戦略策というところを皆さんに体感していただきます。僕がお人形惑星に追い込むしかないから。
進んじゃってください。ここ抜いちゃって大丈夫なんでお願いします。列作んなくて大丈夫です。
を収録。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー 4K ウルトラ HD ブルーレイとブルーレイ &DVD 好評発売中。
からないけど、あの名言そうそう。説明します。まずは場の説明です。